ちは。4月3日月曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。さあ、今年の桜も見納めでしょうかね。桜吹雪綺麗ですが、どこか寂しい感じになりますね。ではまずは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。今日はこちらの話題をお伝えいたします。まずは新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。現在オミクロン株対応ワクチン接種を実施しています。対象者は2回目、3回目、4回目の従来型ワクチン接種を完了して3ヶ月以上経過した12歳以上の区民の方です。接種は区内の医療機関または集団接種会場で実施しています。集団接種会場のご予約はインターネット予約または豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンターにお電話ください。医療機関は病院やクリニックに直接ご予約ください。なお現時点においてオミクロン株対応ワクチンは1人1回のみ接種できます。次回の接種については国の方針が決まり次第お知らせいたします。次です。区役所総合窓口課の受付に関するお知らせです。転勤や就職、学校の入学に伴う引っ越しなどの手続きや証明書交付のため3月から4月にかけて区役所窓口が大変混雑します。特に3月下旬から4月上旬や時間帯が平日の午後から窓口閉庁時にかけて混雑する傾向にあります。混雑緩和と余裕を持った手続きにご協力をお願いします。受付方法について、来庁しなくてもできる手続きがありますので適宜ご利用ください。例えば郵送やオンライン手続きで転出届の届け出ができます。必要書類や受付時間などは区ホームページをご確認ください。また手続き完了のお知らせをするサービスを行っています。窓口で受付後、手続き完了まで長時間お待ちいただくことが予想されます。そこで総合窓口課ではお手続き完了時にご登録いただいたメールアドレスにお知らせをするサービスを行っています。なお登録方法などについては来庁時にご案内します。手続きによっては待ち時間が長くなってしまうことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。トルコ・シリア地震救援金受付のお知らせです。令和5年2月6日現地時間午前4時17分に発生したトルコ南東部のシリアとの国境付近を震源とする地震とその余震により、トルコ南東部およびシリア北西部において多数の死傷者が報告されています。豊島区ではこの大規模地震への救援活動、復興支援などのため区民の皆様からの救援金を受け付けています。集まった救援金は大使館を通じ被災地へ届ける予定です。なお物品の寄付は受け付けていませんのでご了承ください。受付期間は5月31日水曜日までで、受付時間は午前8時30分から午後5時までです。区役所本庁舎1階総合案内では、祝日臨時閉庁日を除く会長日に、区役所本庁舎5階総務課および各区民事務所では平日のみ募金箱を設置し受付をしております。ご協力いただける方はよろしくお願いします。次です。豊島区引きこもり相談窓口のご案内です。豊島区では引きこもりなどで孤立しがちな本人やそのご家族のためにそれぞれに合わせた支援を行っています。誰でも漠然とした不安や生きづらさがあったり、みんなと楽しく過ごせない、そんな思いを抱えることがあります。
些細なことでも構いません。電話番号03-4566-2427にお電話ください。一人で悩まず誰かに話すことから始めませんか。少しずつゆっくりと慌てずに情報を取り入れることも大切です。豊島区の引きこもり情報サイトからも情報発信をしていますので、ぜひご活用ください。3月29日豊島区政施行90周年クロージングイベントが開催されました。昨年豊島区は区政90周年を迎え、輝く未来開こう豊島新時代をキャッチフレーズに400を超えるさまざまな事業が行われ、延べ400万人の方たちが参加しました。クロージングイベントの第1部では、池袋のウォーカブルな街づくりについてをテーマに、豊島区都市政策顧問である隈研吾さんによる基調講演が行われました。そうした方が自分が楽しい、そのうちの最大のものは人が住んで、なおかつ人が仕事して、人が楽しい、この3つが揃っているという複合というのが一番街を楽しくする、まあ、その複合というのの代表的な建築がある意味で、豊島区庁舎というのでありますが、また第2部では実行委員長の渡辺博之さんらによる挨拶が行われたほか、豊島区政90周年事業を振り返る映像や10年後の未来を語る子どもたちの映像が上映され、 SDGs 17目標の覚え歌でイベントは締めくくられました。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。4月23日日曜日は豊島区議会議員選挙、そして豊島区長選挙です。選挙は政治に参加する大切な機会。今回は23日日曜日の選挙について詳しくお話を伺っていきましょう。では本日のゲストです。豊島区選挙管理委員会事務局から山本有沙さんにお越しいただきました。山本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では今回行われる23日日曜日の選挙について教えてください。今回行われる選挙は豊島区議会議員選挙、豊島区長選挙になります。告示日は令和5年4月16日日曜日、投票日は令和5年4月23日日曜日です。投票時間は午前7時から午後8時まで、期日前投票期間は4月17日の月曜日から4月22日土曜日までです。はい。豊島区議会議員及び豊島区長の任期は4年で、定数は豊島区議会議員が36名、豊島区長が1名となります。はい。豊島区議会議員選挙の投票用紙はオレンジ色で、候補者名を記入します。続いて豊島区長選挙の投票用紙は白色で、同じく候補者名を記入します。はい。2票投票することになりますので、投票用紙を間違えないように注意してください。2つの選挙が、ね、行われるということですよね。さあ、皆さんのもとには確か選挙のお知らせが届くんですよね。こちらが選挙のお知らせになります。はい。選挙のお知らせは4月14日頃から郵送されます。届かない、紛失したなどの場合でも、投票要件を満たす方は投票できますので、投票所で係員に申し出てください。はい。これを持って投票所に行くということなんですけれど、では続いて投票所についても説明をお願いします。投票日当日の4月23日日曜日は、こちらの選挙のお知らせに記載されている投票所でのみ投票することができます。はい。豊島区のホームページの選挙特集ページからも、投票日当日に投票する投票所を調べることができます。
こちらは選挙人名簿に搭載されている住所になりますのでご注意ください。はい、まあ、一度ねこの選挙のお知らせにある投票所をね確認してみるとねいいですよね。さあではこの投票日当日にこう仕事だったり用事などでこう投票所に行けないという方はどうすればいいですか。池袋駅直結の西武池袋本店、東武百貨店池袋本店を含む区内の5カ所で投票期日前投票ができます。はい、まずは豊島区役所本庁舎8階807-808会議室、続いて南大塚地域文化創造館1階第5会議室、さらに区民広場長崎複合施設1階、これらは午前8時30分から午後8時まで開設しております。はい、次に西武池袋本店別館2階、こちらは午前10時から午後8時までの開設です。最後に東武百貨店池袋本店6階1番地午前10時から午後7時までの開設です。いずれの期日前投票所も4月17日月曜日から4月22日土曜日まで開設されますが、期日前投票所によって開設時間が異なりますのでご注意ください。詳しくは先ほどお伝えした選挙のお知らせに同封されている、ね、期日前投票を不在者投票のご案内に記載しておりますのでこちらをご確認ください。はい、まあ、選挙のお知らせと一緒にこういった案内も入っているということですね。はい、さあでは期日前投票に関して何か注意事項というのはありますか。期日前投票をされる方は宣誓書兼請求書を記入する必要があります。こちら選挙のお知らせの2面が宣誓書兼請求書となっておりますので不当選枠をご記入ください。こちらの宣誓書兼請求書は各期日前投票所にも用意しております。はい、どの期日前投票所も昼頃が混雑する傾向にありますので可能な限り他の時間帯での投票をお願いしています。はい、加えて期日前投票最終日の4月22日土曜日の西武池袋本店および東武百貨店池袋本店は最も混雑することが予想されます。他の期日前投票所もしくは他の日程での投票をご検討ください。百貨店で、ね、こうできるということ便利になりましたけれども多くの方が、ね、利用されるということでなるべく混雑を避けて、ね、ご協力いただきたいと思います。さあでは仕事やこの障害の都合で自ら投票できないという場合はどういった投票方法があるんでしょうか。仕事や旅行などやむを得ない事情により投票日当日または期日前投票ができない場合は不在者投票が可能です。はい、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せて滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。都道府県の選挙管理委員会が指定している病院または施設に入院入所中で投票日当日または期日前投票所期日前投票期間中に投票所へ行けない方は病院内施設内で不在者投票が可能になります。はい、また心身の故障その他の事由により辞書できない方は投票所係員の代筆による代理投票ができます。目の不自由な方は点字投票ができます。投票の秘密は固く守られますので安心してお申し出ください。いずれもホームページで詳しく紹介させていただいていますのでそちらをご確認ください。いろんな投票方法があってね安心ですよね。では投票できる方の条件というのもご紹介をお願いします。まずはじめに日本国籍であること、続きまして平成17年4月の24日以前に生まれた方、
ちら満18歳以上の方になります。はい、続きまして令和5年1月15日以前に豊島区に転入届を提出した方、投票する日まで引き続き豊島区に住んでいる方、なお投票する日までに豊島区外に転出した方は投票できません。ぜひ若い人たちにも選挙に参加していただきたいと思います。さあ、ここまでは23日日曜日の選挙の概要についてね、中心にお話しいただきましたけれども、これまでいろいろ選挙行われてきました。この選挙の投票率など現状としてはいかがでしょうか。年齢が上がるにつれて投票率は上がる一方、20代30代の方々の投票率が下がる傾向にあります。18歳の誕生日を迎え、初めての選挙では投票するものの、それ以降は継続されていないというのが現状になります。全国的にもこのような傾向になり、豊島区だけの問題ではありません。そうですね、20代30代などの若い方々にも選挙に対して当事者意識を持ってもらいたいと思います。18歳でこの初めての選挙だけでなく、こう続けてこうもっともっと若い世代がこの投票していくということが大切ですよね。今だけに焦点を当てず、10年それ以降先を見据えてほしいと思います。若い方々が投票することにより、若者向けの政策が増えることにもつながります。豊島区の取り組みとしても、選挙周知ポスターのデザインを豊島区で行っている漫画家の卵を支援する紫雲荘活用プロジェクト、4期生の高倉さん、5期生の大塚さんに依頼して、若者の皆様にも親しみのあるデザインを作成していただきました。今ね、ちょうど写っているのがこのポスターですけど、2種類あるということなんですね。そうですね、はい、こちらが、こちらが高倉さんのものになります。はい、で続いてこちらが大塚さんのものになります。うーん、若い世代にも親しみやすいデザインですよね。他にも若い世代に選挙参加の重要さを伝える出前授業、模擬投票を行っています。はい、去年12月には豊島が丘女子学園に行わにて行わさせていただきました。今ねご覧いただいているのがちょうどこの、あ、ちょうど投票しているところですね。実際のものもね使って投票してるんですね。なるほど。まあ、こういった豊島が丘女子学園にて行われました出前授業、模擬選挙の詳しい様子は選挙日当日23日の豊島情報スクエアでも特集いたしますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。さあ、今回は今月23日日曜日に行われます豊島区議会議員選挙、そして豊島区長選挙についてお伝えしてきました。では最後に番組をご覧の区民の皆さんへメッセージ、 PR 呼びかけをお願いいたします。投票日当日に投票することが難しい方は、ぜひ期日前投票をご利用ください。西武池袋本店、東武百貨店池袋本店につきましては、池袋駅直結につき、買い物のついでや仕事帰りに利用しやすい会場となっております。皆さんお忙しいとは思いますが、一人でも多くの方に足を運んでいただきたいと思います。さあ、では選挙の、ね、おさらいですけれども、今月23日日曜日に行われます。投票時間は午前7時から午後8時までです。当日の投票が難しい方は期日前投票をご利用ください。なお投票日翌日24日の豊島情報スクエアでは開票速報などもお届けいたします。さあ、本日のゲストは豊島区選挙管理委員会事務局から山本有沙さんにご出演いただきました。お忙しい時期にご出演どうもありがとうございました。ありがとうございました。では今日はこの辺で失礼いたします。次回生放送は4月6日木曜日です。お楽しみに。ではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。